フィギュアスケート世界選手権第3日は22日、日本時間23日、カナダ・モントリオールで女子フリーが行われ、日本は次回大会、米国、ボストンの出場枠、3を確保した。今大会は坂本香織選手、シスメックスが逆転で3連覇を達成し、千葉ネ選手、木下アカデミーが7位、吉田ひな選手、 木下アカデミーが8位だったこれにより上位2人の合計順位が13以内であれば次回大会が3枠となる規定を満たした次回大会は2026年ミラノ・コルティナ・ダン・ペッツォ冬季オリンピックの前年にあたり世界選手権の成績で五輪出場枠各国地域最大3も決まり